大谷翔平投手が所属するエンゼルスがルーカス・ジオリト投手、元ソフトバンクのマット・ムーア投手、レイナルド・ロペス投手、ハンター・レンフロー外野手、ランダル・グリチック外野手ら主力5選手をウェーバー工事にかけた。米スポーツ局 ESPN のジェフ・パッサン記者が29日、日本時間30日に伝えたもので、プレーオフに大きな影響を及ぼす。他球団は木曜日、 同9月1日から獲得できると報じた。報じられたのは通算60勝のジオリと今季防御率2.30と安定していた9円ムーア、今季55登板のロペス、通算175本塁打のレンフロー、通算186本塁打のグリチックと主力ばかり。パッサン記者によるとチーム総年俸を削減するのが狙いで8月のトレード期限を過ぎているため、 取引が成立した場合でも年俸削減しか得るものはない。今シーズンの残りの年俸を払うだけで、工事された選手を獲得できると伝えた。8月1日、同2日の移籍期限前のトレード市場で買い手に回ったエンゼルスはジオリとロペスをホワイトソックスから獲得。ブリチックをロッキーズからトレード獲得し、2014年以来、 9年ぶりのポストシーズンを目指したが、チームは失速。29日、同30日の試合前まで63勝69敗でワイルドカード進出圏内からも11.5ゲーム差をつけられていた。ウェーバーにかけられたジオリトラ5選手は、今オフにフリーエージェント、FA となる。来季を見据えてチーム解体、若手育成に舵を切ったと言って良さそうだ。